野党は追っ払ったが、町が元に戻るまでには時間がかかりそう。悪い奴ら、みんなでやっつけたんだよね。自警団の人たちのたくましい体ったら。でも、お客さん、何をお探しだい？はい、どうも。お目が高いね。よし、行こう。かけろ。片付けろ。全て片付けろ。ありがとう、アンブロシア。オーガスト、どうかしたのか？ああ、こいつが通してくれないんだよ。何か入れない理由でも？今村の中でちょっと厄介事がな。よそ者は入れるなと村長から言われてるんだ。すまないな。相変わらず融通の効かないやつだなあ、鼻垂れビート。お前、まさかブラックソーンか？なあ、久しぶりだな。何しに来た？故郷に帰っただけだってのに、随分な言われようじゃねえか。ゾルターンに会いに来た。そこを通せ。村長に。いいか、決して揉め事を起こすんじゃないぞ。約束はできんが、努力はしよう。さっさと通れ。どうも。ここがドラボズ。初めて来たけど、なんだか活気がねえな。ここは火事の村だ。昔はあちこちから鉄を撃つ音が聞こえたもんだが。クライム、ゾルターンに話を通してきてくれないか。おいおい、ここまで来て何を今さら。俺は奴と喧嘩別れしてそれっきりなんだ。いきなり会ったところで話が面倒になるだけさ。いいだろう。まずは俺が話をしてくる。悪いな。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。行ってみよう。
すまん、頼んだぜ。火事ができなきゃうちの村は終わりだぞ。落ち着けよ、村長が対策を考えてる。いらっしゃい。確かにいただいたわ。他に売りたいものは？はい、どうも。他に売りたいものは？どうもね、お客さん。どうぞ好きに見てって。ちょうどいただくわ。私たちにも何かできることはないのかしら。火事のことは旦那に任せっきりだし。村の炉が使えないなら鉄を掘ってもな。俺たち火事しなくて苦労して鉄を。でも使い道がねえなんて。俺たちの仕事もなくなっちゃう。父さんたちは何やってるの？大事なお仕事よ、あなたはね。この蓄えで、あとはどれくらい持つかしら。おい！もっと力を入れろ！そんな日じゃ鉄を打つどころじゃねえぞ。すまない、ここの村尾さんに話があるんだが。俺に何の用だ？あんたがゾルターンか？お前よそ者だな。放たれビートめ、村に入れるなと言っておいたのに。よそ者に用はない、さっさと出て行け。会ってほしい奴がいる。俺に？誰だ？ブラックソーンという鍛冶師だ。ブラックソーンだと？ああ、この村に来てる。迷惑だ、連れて帰ってくれ。あんたとは兄弟弟子と聞いた。昔の話だ。くそ、ダメだ。やっぱりベアラーの魔法なんかじゃ鉄を打てねえ。大型のクリスタルが使えねえと、これ以上の火力を出すのは無理だぜ。奴とはもう縁を切った。それに見ての通り今は立て込んでいる。あんな奴に構ってる余裕はないんだ。分かったならすぐに村から出て行け。そうか、分かった。頼むよ村尾さん、また火事ができる。ベアラーの魔法じゃ火力が足らねえな。ベアラーを集めてもこの程度か。この蓄えであとどれくらい持つかしら。父さんたちは何やってるの？大事なお仕事よ。火事ができなきゃうちの村は終わりだぞ。落ち着けよ、
クライブ、ゾルターンと話はできたのか？ああ、話はしたが。それで断られちまったってわけか。まあ、奴ならそう言うだろう。俺と会う理由もない。ブラックソン、教えてくれないか。ゾルターンと何があった？縁を切ったと言われるなんて、よほどのことだぞ。俺は逃げ出したんだ。奴に村の全てを押し付けて。当時の俺は、家事に質を求めていた。より使いやすく、より頑丈な武器や防具。実用と実利を兼ね備えた究極の一品。自分の腕の限界に挑んでみたかった。だが戦では量を必要とされた。より安く、より手軽に。度重なる戦ではその方が都合良かったんだろう。そしてゾルターンは村の方針として量を選んだ。それからは喧嘩喧嘩の毎日さ。質と量相入れないんだからどうしようもない。村を潤すための選択と分かっちゃいたが、俺には我慢ならなかった。それでここから逃げ出したってわけだ。ブラックソン、ゾルターンの村長としての手腕は実際大したもんだったよ。たちまち村は潤って、村の連中も贅沢できるようになったんだから。しかし世の中うまくはいかないもんだ。クリスタルがなくなって炉が使えなくなるとは。昔シドから聞いたことがある。マザークリスタルが大地からエーテルを吸収するとき、少しばかり溢れ出る分があるってな。おこぼれってやつだろ。マザークリスタルの近くなら炉に使うようなクリスタルも使うことができる。でもドレイクファングが消滅してからはそれもなくなっちまって、ダルメキアの多くの地域で大型のクリスタルが使えなくなってるって聞いた。ああ、この村じゃもう火事は続けられん。死ぬのを待つだけだ。なあクライブ、この村に隠れ家と同じ炉を作ってやれねえか。あの炉を使って不意語で火を起こせばクリスタルがなくても火事ができる。俺がいつもやってるようにな。待てよブラックソン、あれは隠れ家の俺たちのためにシドが発明したんだぞ。それをそんな簡単に。わかった、いいだろう。言ったはずだ、あんたに答えてやりたいと。それにマザークリスタルを全て破壊した後、いずれは広めるつもりだったんだ。人が人として生きていける場所には魔法に頼らず生きる術が必要だからな。この村が最初というだけさ。どうだオーガスト。俺たちの頭はクライブだ。お前がそう言うならそれでいいさ。ありがとうよクライブ。よし、なら早速支度するか。ああ、そうだな。二人とも手を貸してくれ。あの炉を作るには人手がいる。オーガスト、村の連中に声をかけて動けるやつを集めてくれるか。おう、任せておけ。クライブ、お前には不意後に使う素材集めを頼みたい。村の外に広がるコラバ牧地にはデザートサラマンダって魔物が住んでる。そいつを倒して耐熱側を取ってきてほしい。わかった、すぐに取りに行こう。
あれがデザートサラマンダーか。またな、アンブロシア。これだな、ブラックソーンに届けよう。こんなに人を集めて何する気だ。クライブ、戻ったか。あんたに頼まれた耐熱ガバを取ってきたぞ。まあ、確かにこれで支度はできた。ロト・フイゴの作成に取り掛かるとしよう。すごいな、クリスタルや魔法を使わずにこんな火力が。ああ、これなら鉄が打てる。よかった、村は救われるぞ。ちょっといいか。さっきは邪険に扱って悪かったな。あんなに立派なもんを作ってくれて本当に感謝する。あんたらは村の恩人だよ。礼ならブラックソーンに行ってくれ。俺たちは手伝っただけだ。後で奴にこいつを渡してくれないか。これはブラックソーンが出て行った後、試行錯誤して作り上げた特製の外端だ。こいつを炉にくべれば高い火力を維持しやすい。より強固な鉄を打つことだってできるだろう。どうかあんたらで使ってくれ。俺は奴の腕が羨ましかった。だから村長の仕事をしながらもひたすらに鉄を打っている。今もずっとな。だが奴には届かない。どんなに努力しても腕の差が埋まらない。村を出て自由に生きる奴に俺の腕ではかなわないんだ。悔しかったよ。直接渡さないのか。俺はまだブラックソーンを許したわけじゃない。なあクライブ、ひとまず隠れ家へ戻らないか。少なくともあの様子じゃゾルターンはブラックソーンに会う気はないだろう。それに今のブラックソーンを見ろよ。生き生きとしててなんか吹っ切れたように見えるぜ。ああそうだな。あいつはまだロト・フイゴの説明をしてるみたいだ。後で俺が連れ帰るよ。ならゾルターンから預かった外端は帰ってから渡すとしよう。ああまた隠れ家でな。
ブラックソン、オーガスト、もう帰ってたのか。ああ、今しがたな。あとは村の連中が頑張ってくれりゃいい。ゾルターンとは結局話すことができなかったよ。それについてあんたに渡したいものがある。外胆？こいつらもしかして。そうだったのか、ゾルターンが。あんたの腕を認めていたよ。そうか。俺は村を出たことに後悔はねえ。命を懸けて俺が撃った武器を、命を懸けてお前たちが振るう。これこそカジシミオリに尽きるってやつだ。だからこの外胆もありがたく使わせてもらう。少しでもいいものを作って、一人でも多くの仲間の命を救ってみせる。ゾルターンの火事が片手間じゃないってのなら、俺も寝ずにやってやるさ。あいつにだけは負けるわけにはいかねえ。ブラックソン、安心したぜ。すっかり元気になったじゃねえか。心配かけちまったな、二人とも。俺はもう大丈夫だ。やる気が溢れてくるぜ。よし、仕事だ仕事。なんだかんだ言ってやっぱり今でも兄弟弟子なんだな。ああ、お互いの存在が己を磨くきっかけになってる。羨ましいことだ。せっかくだし、ついでに仲直りでもしてくれりゃいいんだがよ。とにかく今回は一段落ってところだ。クライブ、いろいろとありがとうよ。感謝してるぜ。よう、クライブ、どれが欲しい？じゃあな。行くぞ。行け。ご苦労様。
ち帰ろう。それにしても確かに強靭なモルボルだった。お帰りなさい、シド。モルボルの機根は手に入りましたか？これで大丈夫か？分厚い表皮にぎっしり詰まった器官、これなら栄養も豊富に違いありません。ありがとうございます、シド。早速新しい肥料を作ってみますね。見てください、シド。モーガンビアードは野生種に劣らないほど鼻つきがしっかりして根も強く張ってきました。他の草木にも効果が見られます。すべてシドのおかげですよ。役に立てて何よりだ。そうだ、シド、お礼にと改めて精油を作ってみたんです。あの花の生命力が強まったおかげでしょう。以前よりも薬効が増したようです。どうぞお持ちください。あなたの助けになりますように、シド。頼んだ。敵だ。ロドリゴの言っていた魔物はこいつか。隠れ家のロドリゴに届けよう。おかえり、クライブ。魔中眼は手に入ったかい？ああ、確認してくれ。ありがとう。これで間違いない。早速エリシア薬を作るよ。この薬はね、
全身の感覚をなくす強い薬なんだ。最後には生きてる感覚さえもなくしてしまう。本当は使ってほしくないんだけどね。どう？少しは楽になった？ああ、痛みを。暖かい光が見える。もう何も考えなくていい。どうかゆっくり休んで。ありがとうタルヤ。立派になったね。終わったわ。ありがとうロドリグ。それにクライブも。僕は弔いの用意をしてくる。あの人はね、私の恩師なの。シドと会う前、私がまだ故郷で軍の看護兵をしていた頃のね。私の故郷は南にある小さな島で、当時すでに黒の一帯に飲まれつつあった。だからあの人は魔法を使わない治療、医者としての知識を私に教えてくれたわ。それで恩師か。エリシア薬はあの人が考えた薬よ。彼の理想はシドと近かったから。人が人として死ねる場所。でもベアラーたちにそんな場所なんてない。それで全ての苦しみから解き放たれて人に戻れる薬を生み出した。ねえクライブ、人が人として生きられる場所、あんたの理想を必ず実現させましょう。こんな悲しい思いはもう。ああ、成し遂げてみせる。ありがとうクライブ。お帰りなさい。こちらがあなた宛てに届いた品です。こちらの品ですね。また来てくださいね。カンベルが大変なことになってるんでしょ。ミドたちは大丈夫なのかしら。一仕事してやろう。何を作る？また来いよ。
クライブ、ありがとう。なんとか行けそうだ。シドも喜ぶ。親子で設計した船がいよいよ出航だ。追いつけそうか。あっちは新型の大型船で足も速い。それにこの季節は追い風だ。これまでの船ならとてもじゃないけど無理だろうね。でもこいつは違う。こいつはエンタープライズだ。父さんのミスリル機関なら必ず追いつけるさ。期待してる。兄さん、バルナバス王について知ってることは？歌に聞くくらいだ。大陸から渡ってきた流れ者で、剣の腕一つで王にまで上り詰めたと。そしてオーディンのザンテス剣、あれは万物を切り裂くとも。だが今悩んでも仕方がない。まずはできることをしよう。兄さん。ガム、ここにいることがバレたか。ミド、敵だ。え、時間を稼ぐ間に支度しろ。急げ。くそったれ。総員配置につけ。ここで食い止める。Whoa!
片付いたか。みんな大丈夫？帰宅ができた。出航するぞ。ふん、乗ってやろう。待て。そんな奴は確かに。あの違和感はこれだったか。兄さん、奴は人じゃない。魔法で生み出された魔物だ。お前たちはこんな奴らと戦っておるというのか。まだいけるか。当たり前だ。誰に言ってやがる。わしとて王子は首狩りバイロンと言われた身よ。この有象無象ども一人残らず血祭りにあげてくれるわ。メド、聞こえるか。船を出せ、今すぐ。むちゃくちゃだよ。ああ、もう祭りを急げ。全身微速だ。こいつらはアカシアを相手にするのと勝手が違う。みんな、十分に気をつけて。何？巻き割れ機体でこの不実で一刀両断よ。
イヤさん。ブライブ、限界だ。みんな、飛び止め。何の用？食事を出すだけでこの始末か。無駄なことを。お前はミトスの贄だ。おとなしくしていろ。船を漕ぐなど何年ぶりか。お前と再会してからというもの、毎日が賑やかだよ。お前たちの敵というのはどんなに強大か分かった。これからもずっと奴らと戦っていくのだろう。はい、人が人として生きられる場所を実現するまでは。へえ。まったく、何かを決意した時のエルイン兄上と同じ目をしておる。わしが共に戦ったとて斧が一本、戦においては微力に過ぎんからな。ならばランデラの給油を頼り、ダルメキア軍を動かして大きな力となろう。二人とも兄上の思い出話がまだまだあるんだ。わしが語り尽くすまで死ぬんじゃないぞ。いいな。分かってます。そちらもどうかお気をつけて。体をいとえよ、ジョシア。約束します、おじさん。待っておれよ、おいたち。必ず援軍を連れて戻るからな。じゃあな。
しっかり漕ぐんだぞ。うん、さあこちらが役目を果たす番だ。僕たちもしっかりしないとね。この山頂は何てことを。大変。てるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま全身全速、ミスリル機関を休ませるな。了解。兄さん。ああ。総員、センターを用意。もう一番だ。家に引き寄せられたか、ミュートス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。この斬鉄剣にどこまで耐えられるのか。
庫ってどうなってんだよ。
クライブ、どうやって。話は後だ、デオ。立てるか。ええ、大丈夫。キノコの片割れならその力で足掻いてみせろ。大丈夫か。どうにか。あんな上に。ロシアはどうした？フェニックスか？さて、死んではいないだろうよ。ニュトスを取り巻く思念、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。この世界はほどなく黒に染まる。すべての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それがお前のなすべきことだとでも。世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえその脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ニュートス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。
だ自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあかかってこい。ジル、下がっててくれ。クライム、でも心配ない、頼む。しまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の
枷となっているということに。どういうことだ。ミュトス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざる者へと変貌していくのだ。召喚獣と。それほどに神の力とは強大。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された荷。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ、今のお前は自我に飲まれただ喰らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできない。しかしそれを気に病むことはない。この世界の全ての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何。神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。全ての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない。そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。奴に生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響を。ならばその佐賀を使わせてもらおう。クライブ。残るドミナントはミュトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば手を出さずともミュトス自ら喰らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ。走り抜けましょう。ジェル、行けるのか。長くは持たないけどね。急いで。
みんなは無事かしら。エンタープライズは飲み込まれていなかった。きっと大丈夫だ。海の氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨ててアルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしてもあなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。狂った力がたとえどんなものであれいつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら。子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかも抱え込んでもっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから一番大切なものを忘れてる。あなた自身よ、クライブ。今度は自分のために戦う。あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限りあなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ。最後の瞬間まであなたを守るために私は生きる。
君と生きるために。またこうやって月を見よう、一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つけるって。ありがとう。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。この後すぐバルナバスを追う？いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体制を整えるんだ。そして万全に支度をしてから再びこの地。話を聞いたぞ、クライブ。海が割れたってミドが大騒ぎしてた。みんなよく無事だったもんだ。なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が？ああ、おじさんに預けてきた。ランデラ近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出航できるだろう。あっちもアカシアの対策に追われてなかなか大変みたいじゃないか。人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく。活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。
ジョシュが治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。